チャールズ・エドウィン・ベッシーチャールズ・エドウィン・ベッシーはアメリカ合衆国の植物学者である。植物分類に進化の考え方を導入することを主張し、系統分類学の先駆けとなった。オハイオ州のウェイン郡のミルトンタウンシップで生まれた。1869年にミシガン農業大学を卒業した後、ハーバード大学でエサ・グレーの下でも学んだ。1870年から、 アイオワ農業大学の助手、研究員を務め、1884年からネブラスカ大学で植物学教授を務め、1909年に学部長を務めた。植物分類に進化の考え方を導入することを主張し、1915年に喧嘩植物の分類に進化論に基づく分類体系を発表したことで知られる。系統分類学の基礎となったと評価される。 また大規模な人工林の植林実験を行い、ネブラスカ国有林の基礎を作った。1911年にアメリカ科学振興協会の会長に選ばれた。2009年にネブラスカ名誉伝道に選ばれた。息子のアーネスト・ベッシーはミシガン州立大学の植物学の教授となった。ベッシーは植物の学名で命名者を示す場合にチャールズ・ウェドウィン・ベッシーを示すのに使われる。 ありがとうございます。